あの、毎日見てるユーチューバーは、あのね、もうね、見るのやめようと思ってるんですけども、つい見てしまうのが、あの、ヘライザーという人ですね。ヘライザーという人は、多分まだ学生の女の子なんですけどもですね、その人が、まあユーチューブ主にユーチューバーに関してガン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 回帰なことを言うんですけども、あの、これね、典型的な僕のあの、ヒットの法則ですね。ヒットの法則は、ヒットの法則は、当たり前のことを組み立てて、異常なことを言う。つまり、 ものすごい分かりやすい論理をこう組み上げていってみんなに共感できるネタですごい異常な結論に達する。またはものすごい、なんだろうな、反感を呼ぶような言い方言い方で当たり前のことを言う。これがもう本当にヒットのもう法則なんですよ。例えばブラックジャックっていうのは、あの、 なんか事故だとか、息子が病気だ、かわいそうだ、って、医者を呼べ。するとブラックジャックが出てきて、手術代に3000万もらおう、5000万もらおう、1億もらおう。えー、貧乏人からそんな金を取るのなんか、お前鬼だっていうような、なんかこう、いい意外な切り口というか、あの、過激な切り口で、 命は大事とかですね。あの医、医者は何のためにあるんだとかですね。そういう当たり前のこと言うんです。で、ヘライザーさんもですね、このブラックジャック方式で、ものすごくいい子なんですよ、所詮は。<laughs> 僕見てて何が面白いかって、過激ぶってていい子っていうんですね。まあ、ものすけってみんなそうなんでしょうね。ものもすけの YouTuber って僕時々見るんですけど、みんな言い方が過激なだけで言ってることはしよく当たり前の、なんだろうな、そこらのおっちゃんおばちゃんみたいなこと言ってるんですけど、エライザさんもそのラインに載ってるんですけどもですね。なんか、あの、 なんかあの、つい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 見ちゃうというかですね、おかしみがあるんですかね。なんかその辺です。だからその分、あの、ブレがないんですよね。つまりその過激な言い方で、あの、健全なことを言うという軸がもうずっと一貫してるので、割とあの、見れる。もう北原さんと。 同じですよね。ものすごいおもちゃをものすごい平凡な口調で説明するっていうところが僕の心の近世に増えてるので、なんかあの、西のヘライザー、東の北原照久というような感じで楽しんでいます。